こんにちは。今日はあんまり作業ないんで、畑いろいろ回って、今この畑どんな野菜があるとか話していけばいいかなと思っています。最初サラダ菜のとこなんですけど、この間のすごい寒波の強風の時に、もう飛んでる、全部剥がしちゃったんですよ、とりあえず。そのままにしとくと道路とか飛んでっちゃって、なんか電線とか絡まったら嫌だなと思って、自分たちで一回剥がしちゃって、復旧まで2日ぐらいかかったんで、もうダメかなと思ってたんですけど、半分くらい、まあまあなんか生きてそうだったんで、もう一回トンネルかけ直しました、全部。それから、まあまあ強い風吹いてるんですけど、それからはもう大丈夫そうです。まあまあ育ってるっぽいんで、ちょっと中、移していきますね。中こんな感じです。もうね、割と、っていうかもう、でかくなってるやつは、もうでかい、なんかもう多分、このままいけば、ちゃんと順調に育ってくんじゃないかとは思ってる感じです。ただ、ところどころ、もう、こういうとこはこの間のトンネルめくれちゃった時に、凍ったりして、死んじゃってるんで、かなり、歯抜け状態な感じになっちゃってます。サラダな。順調にこのまま行ってくれると、ありがたい。とりあえず、あ、ちょっと、これ見やすいかな。ああ、こんな感じで。ああ、こんな感じです。これがサラダな。で、次の畑行きます。次は、パクチー。パクチーは不織布でトンネルしてるんですけど、それがね、この間の強風で全く煽られなくって、あっちのビニールの方は全然ダメだったんですけど、それがパクチーは無事に、そのまんま、ほぼ無傷でできたんですよね。これパクチーですね。不織布でトンネルしてます。ちょっと中、掘りたくないな、あんまりけど。まぁ、ちょっと中見てみますか。あ、まだ復旧がめんどくさいけど。あー、めんどくさいか。まぁ、いいや。こんな感じです。よく見えないな。でもまあまあ結構大きくなってきてる。これも無事に収穫までいけるんじゃないでしょうか。パクチーは好き嫌いありますけどね。自分もあんまり好きじゃなかったんですけど、ベトナムでしょっちゅうパクチー食ってたら癖になりましたね。今じゃもう本当に好きですよ、むしろ。もうベトナムの丸亀製麺に、なんか日本だったらネギこう山盛りみたいなのが、ベトナムだったらパクチーになって、ね、好きなだけパクチー乗っけてみたいな感じになってましたね。超乗っけて食ってましたけどね。じゃあそんな感じです。ここはパクチー。次はじゃあほうれん草行きましょう。ほうれん草ちょっとほうれん草行く前にめくっちゃった部分直しておきます。くそ、サンダルで来なきゃよかった。よいしょよいしょよいしょよし、来た時よりも美しく。オッケー。ほうれん草畑向かってます。ほうれん草でもいくつか畑あるんですけど、とりあえずちょっとその収穫できそうなところ行ってみます。あ、でここ、これ柿菜とのらぼう菜やってたんですけど、これもう全部強風でトンネル剥がされちゃって、もう復旧不可能ってことで、もう全部剥がしちゃいました。ただね、ちょっとまあ、もしかしたら育つかもしんないな。半分ぐらい。ちらほら、まあもう、あと、放置っすよ。放置。取れるたらラッキーぐらいの感じで、これは、やってます。とりあえず、で、まあYouTube にもあげたんですけど、サニーレタスは結局、1000個ほど、全部潰したっていうか、もうダメになりました。完全に。本当に出荷するかしないかどうしようかっていう迷ってたサイズ。もうそろそろだねって言ってたところで、全部ダメになりました。ここがブロッコリーとほうれん草と、この不織布、この白いのかかってるのもほうれん草。これはまだまだ芽が出たばっか。で、その奥がそのサニーレタスの墓場。これがほうれん草。今週あったかいからね、今週こうやってそろそろ収穫かなって思ってるんですよね。だから来週頭ぐらいに、まだそんな広くないからあれなんですけど、でも一番、とりあえず一番最初のほうれん草ですね。初めて第1号。こんな感じです、今。で、レタスがこれ、全部潰しちゃったっていうか、もう、トンネルもマルチもかざしちゃって、はあ、でちょっとほうれん草移していきます。
ほうれん草がこんな感じです。どうですかね、もう少しなのかな。やっぱちらほらちょっと虫食いがあるな。まあまあその辺は選別しながら行っていくとして、大きさ的にももうちょっとか。わ、いいな、でもいい感じだな。いや、なんせ初めてなんで感動ですわ。やっぱりこうやってできると。ちょっと切ってみよう。20センチくらいかな、これ。22センチくらい。もう少しか。気持ち、あともう少し大きくなればいいのかな。ちょっと食べてみよう。あ、うん。いや、ほうれん草って、こんな味か。うん。なんか、みんな葉っぱ分厚いんだな、ほうれん草。すいません、これ食いかけ。分厚い、葉っぱが。でも、うん。まあ別に生で食うもんじゃないから、どうでもいいけどかな。でもいいな。うん。いいぞ。いいな。うまいな。で、あと、ちょっと離れたとこに、キヌサヤエンドウとスナップエンドウの畑があるんですけど、ちょっと遠いんだよな。いや、行ってみましょう。行ってみます。ということなんで、遠いですけど、少し歩くんですけど、あの、キヌサヤエンドウとスナックエンドウを植えた畑行きます。そこはエンドウ、定植して、とりあえず不織布ベタ掛けしてあるんですよね、霜対策で。で、3月の中旬ぐらいになったら、なんかその不織布取っちゃって、で、あとは、支柱を立てて育てていくっていう感じらしいんですけど、でも、ちょっと前見に行った時は、いい感じに育ってたっていうか、まあ別になんかあんま育ちすぎも良くないみたいなんで、その寒いうちに育ちすぎちゃうと良くないって言うんで、いいな、ちょっと。これ島村に、アパートできてるんですよ、アパート。こんなとこ誰住むのっていう感じだったんですけど。でもやっぱできたらできたでね、結構まあまあ街は綺麗になっていくからいいかなっていう感じがしましたね。やっぱ汚い空き家みたいなのがすごい放置されてるのが多いんで、そのようだったら綺麗なアパートがあってても、建てたら見た目はまあいいかなっていう感じがしなくもないですけど。某、なんとか、なんとかのアパートですよね。見れば一発でわかりますけど、建物見ればね、因縁の、何があったんだっていう感じですけど、因縁の某なんとか、健太くんの巣は、だけは。よし、だいぶ歩きましたよ。ぼちぼち。結構ね、暖かくなってきたけど、なんか金曜日は雪が降りそうなんてことは、天気予報が言ってましたけど、割と暖かくなってきた。ここです。豆畑。ちょっとカメラ切り替えます。ここが、スナックエンドウとスナップエンドウ、スナックエンドウとキヌサヤエンドウの畑です。どうですかね、結構しっかり育ってきててすごく勢いよくて元気ですよ。ちょっと見づらいけどこんな感じです。多少伸びてきてる場合いますけどね。でも別にそんなでかってほどでかくない。ただ見た感じすごい元気がいい感じなんで、全然安心かなっていう感じですね。動画的にはね、なんか、これかぶっちゃってるから、何が映ってるのかよくわかんないんですけど。まあそんな感じです。これもだから、これは5月とかに収穫になると思うんですよね。ただやっぱこう、冬い時期を超えた方が、実りがすごくいいっていう話を聞いたんで、楽しみです。この寒い時期を超えて、で、そこからぐんと成長して、たくさん実をつけてくれて、たくさんお金を稼いでくれればありがたいです。よろしくお願いします。じゃあそんなとこで今日のお散歩終わりです。ぜひ、チャンネル登録してください。よろしくお願いします。で、夏になったらまた、白トウモロコシ、絹ですね。僕たちの作ってる白トウモロコシ、絹、また、夏早ければ6月かな。一番早いので6月ぐらいから収穫するように今計画立ってやってるんで、ぜひ食べていただきたいです。食べ直っていうサイトが多分一番新鮮なトウモロコシ送れると思うんで、その辺もちょっと見てもらえるとありがたいです。じゃあ、今日はこんなところで失礼いたします。さようなら。